こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケット始めていきましょう。さあ、SR でしょうか。ブラックエンブレムですね。ねえねえ。はい、何です？いつでも入球できると。では入球させましょう。体重はバッチリだね。いい感じだね。はい、何です？瞬発力よりはしょぼこじょうなタイプなんですけどね。ねえねえ、気合い十分だね。体重はバッチリだね。おっと、4キロを使ってしまった。状態に不安がありますよね。体重はバッチリだね。嬉しいか？はい、何です？動画ちょっと溜まっている。疲労が溜まると調子が上がらなくなりますからね。クエスト達成、やったね。気合い十分だね。さあ、これで出しましょうか。いい感じだね。あ、まず、赤崎連があるんだ。WBC ターフです。4回目の挑戦。ジョッキーは武豊か。残り10分なので、そちらの結果を待ちたいと思います。はい、それではまた後で。はい、お待たせしました。結果が出ましたので見ていきましょう。2番人気だけど。2番人気、竹豊が乗ってくれたが。印は分け合ってますね。この1番人気のフラッシュキャンサーと。一応 WBC 取ってるんですよね。どのレースかわからないけど。一方タツノブレイブに関しては G1 は取ってるんですけどね。 G2 で堅実に稼いでるみたいですね。さあ、何度見たか、この刀回しは4度目 WBC ターフです。
伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。さあ79番スタートがクラシックディスタンスの最高峰ワールドブリーダーズカップターフ7番プリントシャ、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。大きく立ち遅れてしまいました。果たして先頭に行くのは11番イバンベイが先手を取りました。これを追って8番フルソーであります。内を通って5番イクラール、フラッシュキャンサーはこの辺り、それから12番タツノブレイブ、そしてその後ろからカタノアバンシー、それから10番タイガーヒル、ストーミングホーム、それからもう1頭カステランゴ、3番コタシャン、そのうちに2番ディアドクター、プリントシャー、これがしんがりであります。もう一度前から整理してみましょうか。依然先頭11番イボンベイであります。ルソー内を通りましてエクラール、その後ろ3馬身くらいあって4番フラッシュキャンサー、そして5番手に12番タツノブレイブであります。そのうちカタノアバンシー、そしてその後ろからタイガーヒル、それから離されまして1番ストーミングホーム、外から1頭カステナンゴ、この辺りちょっと離れている3番コタシャン、その後ろでやりましょうか2番エアドクター、そしてしんがりからプリントシャーであります。前でありますが前イボンベイがレースを引っ張るようになりました。そして2番手に8番フルソーであります。そのうちからは5番エクラール、さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。フラッシュキャンサーは4番手といったあたり、さあ先頭はイボンベイが1馬身リード、外から懸命にルソー、ルソーが2番手先頭、うんとイボンベイ、外からはルソー先頭行く、イボンベイいっぱいになった、抜けた抜けた、8番ルソーパタノアバンシー懸命に追う、それいけパタノアバンシー、うちらのいらぬ押せ、フラッシュキャンサーがかわした、プリントシャーも差を詰めてきている、内か外か、最後はもう渾身の渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。勝ってるんじゃないのこれ。勝ちましたね、ついに。ついにやりました、4度目の正直 WBC ターフを制覇です。いや待ってたよこの瞬間。やりました。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。目不石も5つですか。私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。馬体重は結構消費してますね、はい、なので、またしばらく休ませて、入りまして残り13周ですか。はい、SWBC をもう狙っていきたいと思います。一層 G1 出してかな。はい、以上になります。ゲーム動画で行こうではチャンネル登録者数を、増やしたいと考えております。もしよろしければチャンネル登録していただければ嬉しいです。また、動画をお持ちの方はコメントいただければですね、何人目とか登録いただければいいことあるかと思います。ぜひコメントよろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、ついに 4度目歓喜の勝利をお伝えしたところで、ここの、お別れしたいと思います。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。